ススキノラブホ殺人事件の被害者の裏仁ヒさんが田村ルナ容疑者の札幌市厚別区の自宅付近で何度か目撃されていた近所の人の話によると家の中が見えないように窓に目隠しをつけた時期と一致する近所の人が昼間に田村家のインターホーンを押してもルナ容疑者の母 ひろこ容疑者が応答しなくなった時期とも一致する。ルナ容疑者の父が家の前に止めた車の中で奇妙に見える行動を始めた時期とも一致する。近所の人がその男がストーカー行為をしている浦人志さんだったと気づいていなかったので、 家庭内不和で治む容疑者が家に入りたくないから家の外で食事をしたり車の中で本をずっと読んでいると思ったのだ実はその行動は娘をストーカーから守る父親の行動だった父治む容疑者は若い頃より争い事が嫌いで反戦平和の歌を作って歌ったり 核兵器廃止や憲法9条の継続や沖縄の米軍基地問題や原子力発電所廃止など平和運動の活動をライフワークにしていた精神科医になったのも医学生時代患者の血を見て倒れたのが原因だった娘、ルナ容疑者と浦仁さんとの不合意異性行為のトラブルが発生した時も一度は 娘に二度と会わないと接見禁止の約束で許して警察に被害届を出さずに自断にした。娘に傷をつけたくないという親心だったのかもしれない。その約束を守らず、浦仁さんは、執拗にルナ容疑者につきまといを続けたのだ。この事件は、 そんな田村修容疑者が浦仁さんから娘を守るために戦うことを決めた結果だよ。